最後です。ありがとうございました。
怯えていたさ。俺の胸を締め付けるエンジェル。今だけは悲しい歌聞きたくないよ。エンジェル Call you my son baby my son babyわけなんてねえんだよ。ただ少しだけできるかもしれない。恋しているのさ。ありがとうございました。喋ろうか。じゃあ俺からいい？俺からいい？じゃあ会計の。でまあ、さっきもちょっと話したんですけど、まあ、ちょっとさっき泣いちゃった分も今大丈夫かな、まあ、一応でもしときます。ちょっとあれなんで一応かけときます。まあでもなんかなんだろうな、自分たちが 1,2 年生の時は先輩方がすごいいい空間を作ってくれてて、ギター部って本当にあったかいなって思って、で、まあ、それでギター部入れたっていうか、自分たちがいざ三役になるってなって、まあ、正直不安ばっかりだったんですけど、今日このみんなのギター部の雰囲気とか盛り上がりとかを見て、これからのギター部も安心して任せられるなと思いました。なので、まあ、自分からは特に言うことはないです。3年間ありがとうございました。赤羽です。会計です。一応会計でした。頑張ってたつもりなんですけど、でかいんです耳が。そうなんです。今日のテーマはお風呂上がりです。はい、ちょっといいですか。ごめんなさい。あのお風呂上がりですよ。あのありがとうございます。ヤッピと一緒にギター部に入ってちょっとね、いろいろあったね。ね、そうですね、まあそうなんですけど、いろいろはい、いいですかね。いろいろ楽しかったし、なんかね、3年生みんな大好きだし、3年生私組んだ人多分いないぐらいめっちゃみんな仲良く、
全員組んだ、全員組んだくらいめっちゃみんな大好きで、本当に大好き、本当に本当に大好きでした。先輩も後輩もありがとうございます。なんか三女大好き、三女大好き。三男はあんまり好きじゃなかったですけど嘘です、大好きです。ツイッターのアイコンにはもうしないでください、私の顔を以上です、ありがとうございました。あんまり人前でこう喋ることはあんまないんで、ちょっとあんまりいいこと言えないですけど、いやもう入った時からまあいい先輩、本当にいい先輩たちに本当に恵まれて、同年代のやつらとか、後輩のやつらとか、もうみんないいやつに恵まれて本当に、幸せです。3年間、一つも後悔することなかったです。本当に3年間ありがとうございました。すみません、声聞くて聞こえますか、みんなさん聞こえてるよまあなんか何喋ったらいいか分かんないんですけどまあなんか関係なくはないんですけど、昨日の夜とかに私今まで出たバンドのパスを全部うちの壁に貼ってるんですよね。それでちゃんともらってそれを昨日の夜の寝る前にちょっと見てたら、もうなんか本当なんか最初から全部思い出して、それでもう本当にもう正直すごい引退したくないです、本当に。もう本当にもういつも結構私何考えてるか分かんないと思うんですけど、結構マツキヨにいる時とかもレジの中とかで違います、本当に道の方とか見てギター部の人いないかなっていつもなんか探しちゃう自分がいて、で結構割とまあ、最近というか、まあ、いつもそうなんですよ。私は本当にそのくらいギター部が自分の中にいっぱいあってなので、ドラムも豆乳も大好きなんですけど、ドラムよりも豆乳よりもギター部が大好きです。ありがとうございました。すみません、今ご紹介に預かりました草川部、はい、すみません、デビューレーンです。すみませんすみません、僕がギター部入ってありがとうございました。じゃあ3日間本当に12月祭ありがとうございました。部長の杉山です。やめてください。まあ会計と副部長のみんなが
もう本当言いたいこと言ってくれて、俺も思ってることがその通りで、でもやっぱ部長として一番思ったのが、なんか今までの先輩たちを見てると、なんか俺なんかより全然すごい先輩だったんだなっていうのが、部長をやっていて本当ひしひしと感じて、でこんなんでいいのかな、もうこのままやってっていいのかなみたいなことをずっと考えながら部長っていう仕事をやってきて、でもまあ周りから自分からしたら部長なんて誰でもいいやとか言ってるけど、まあまあ、実際まあ俺しかいなかったんじゃないかな。まあこの代は本当先輩の皆さんもこのライブに来てくださって、すごい雰囲気も感じ取っていただけて、すごい本当にいい雰囲気でライブをできる台だったと思います、この台は。ありがとうございます。本当上の台にも下の台にも僕たちは恵まれて、なんかもうこれ以上ない大学生活、まあこれから就活あるんですけど、本当にもう部活生活はこれ以上なかったんじゃないかなっていう風な気がしています。で今日本当この2人にも三役じゃないのにちゃんとベースをやっていただけたし、で三役バンドつって、まあ本当ベースいなくて三役でいろいろ試行錯誤して、こうしようこうしようっていう風にやって、みんなで頑張って、で1日目から3日目までみんな本当頑張ってやってきたから、本当いい思い出ができました。ありがとうございます。だからもう、まあ僕たちは引退だけど、1個下2個下でこれからもギター部を盛り上げていっていてください。よろしくお願いします。じゃあ時間も押してるんで、これぐらいで挨拶は終わりにします。あとこの後飲み会でまたいろいろお話しできたらと思います。ありがとうございました。よし